6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうもよろしくお願いします。じゃあ、進行論からいきますか。進行論から。僕はね、やっぱりね、人狼ってのは村人と見えてる視点が違うと思うので、そのね、喋れば喋るほど頭が追いつかなくなると思うんで、村人の人、皆さん、喋ってもらいたいかなと思います。自分が見えてる視点を素直に喋ってもらって、時間いっぱい喋ってもらったら、あれ？こいつおかしいぞっていうところがあると思います。はい。そいつが人狼サイドなんですよ。うん。僕はそう思うんで、喋ってもらいたいかなと。それだけ言って言います。喋ってもらいたい。うん。それで考察を伸ばしていきましょう。どうぞ、7番さん。7番のプレイヤーは、発言してください。はじめましての方は、はじめまして、7番アイスと申します。いっぱい喋ってもらいたいということなんですけど、まさにその通りで、話せば話せるほど人外側が不利になるゲームだと私は認識しているので、その通りだと思っています。6番さんの、印象論になってしまって申し訳ないんだけど、同意できる部分が多いので、結構印象差上げです。6番さんの2巡目にはぜひ聞きたいかなというふうな感じです。で、この超人気曲なんですけど、霊能がもし2人出た場合は、もう思う言わさず私はもうローラします。それは断言しておきます。2人出たらね。しかしながら、その2人の発言はよく聞きます。よく聞くけど、安定志向好きなので、ローラーするつもりなので、お願いします。それに関しては飲んでください。6番さんの印象は結構良さげです。では、8番さんに回します。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番もちみ、占い師でした。で、ランダムで5番さんが白です。ハークお願いします。5番さんが白と出ました。6、7番さんの印象については、6番さんは進行論で、7番さんは6番さんに対して印象がいい。うん。印象論止まりだけど、2人ともそんなに引っかかるところは今のところ見つかってないかなってところかな。で、1日目の1周目、1、2番手だから、2周目頑張ってほしいかなっていうのが率直な印象。で、対抗が出てきた場合と、霊能が2人か、出てきた場合は、とりあえず霊能ローラが一番、なんて言うんだろう、セオリー的な感じだし、霊能ローラでいいと思う、普通に。で、あんまり霊能は新居で見ることが多いと思うから、そんなところかな。とりあえずローラーしましょう、出てきた場合は。はい。じゃあ、6、7番さんは2周目頑張ってください。9番のプレイヤーは発言してください。7番と8番の発言で、なんかこう、すげえ霊能が真確定しないようなことを前提にして話されてるんですけど、なんでそんな霊能が真確定しないことを前提に霊能ローラしましょうっていう発言が出てくるのか正直よくわかんないんです。占いが確定することは少ないでしょうけど、霊能って割と確定する場面多かったり、多かったりしないなって思いましたけどね。なんでもしかしたら7、8どっちか人狼でどっちか相方が霊能出るのかなとか思いつつ、確定はしないですけど、そんなこと思いました。で、6番に関しては村人は喋れって言いながらも15秒残したのがちょっと気になった点くらいですかね。で、7番に関しては、6印象いいって言ったのか。でも2周目次第ですね、6、7は。はい、そんな感じです。1番のプレイヤーは発言してください。ございます。自分、占い師です。4番さん、白と出ています。4番さんが村人陣営です。4番さんがね、何かしらの CO があったら強人という線も追わなければいけないが、現状対抗8番さんが出ている以上は4番さんは村で見たい。ただ8番さんがローだった場合は別だけどね。っていう話。4番さん、村人陣営と出ています。把握お願いいたします。そうですね、グレー、6、7、9。対抗に関してはまだ真、ロー、強、真はいないけど、ロー今日どっちで見てるかっていうのはまだはっきり分かっていない。5番さんの発言聞いてからですね、5番さんが黒そうであれば、8番さんが初日から囲っているという線で8番さんの黒目も上がるといった感じかな。7番さんで気になった点が1点、6と同意できるところが多いって言ったんですよね。多いって何ですか ?6 番さん進行路1点しか言ってないのに、多いって言ったのが引っかかった。普通にすり寄りかなっていうふうにも捉えられる。2番のプレイヤーは、発言してください。
のプレイヤーは発言してください。はい、結果把握いたしました。そうですね、気になったのは9番さん、1番さん、2番さんあたりでしょうか。9番さんというのは、まあ、霊能が確定する場面はあるよと言っておいたんですけど、7番さん、8番さんどっちかが人狼で相方の霊能を出るって、狼が霊能として出てくるということでしょうか。狼が霊能として出てくるってことは、基本的に占い1番面でもう霊能が確定してしまう場面を恐れて、つまり1番面を恐れて出る場面しかありえないと思います。見通せた。いつから見通せた。それだけあの狼が霊能として出るっていうのは弱い行動だと思ってます。でここまで霊能が出てないってことは、今4番さん5番さん霊能がいるのでしょう。ということは、どっちかの占いが無駄になってるってことで、あの、新占いに霊能が刺さったらきついなっていう印象。で、1番さんに関しては、7番さんの指摘の仕方がちょっとおかしいなって違和感を感じましたね。別に、そこ触れる、そこの、そこなんか揚げ足取りみたいに触れてるっていうのはちょっと違和感。最初から。で、2番さんについては、1番さんを7に黒出そうとしてるってことは、1番さんを占い狼で見てるっていうことでしょうか。前村の反省の時は聞こえてました、ずっと。なんでだろう、ミュート押してないのにな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、まず僕が霊能じゃないんで、5番さん霊能出たら確定でいいでしょう。この村で1周目に出ないメリットが1個もないんで。ってところかな、ぐらいなんだよな、思ってるのって。グレーに関して6、7番さんは特に色落ちない。7番さんが霊能が2人出たら確実にローラーって発言だったんだけど、新居の場合はグレー詰めのゴールは強いと思っている。新居確定できる場面っていうのは絶対に存在しないから、そこに関してはまあ、ローラーに向かっちゃうっていう思考もわかるけど、俺追加できないよね。まあいいや、追加押しながらやるわ。うるさいな、でも。で、8番さんもな、OK。8番さんも同じように霊能ローラーって話でしょ。ただ、7、8の相方が霊能に出ている可能性があるっていう9番さんのお話なんだけど、だとしたら7、8番さんは霊能ローラーを押さなくない。申し訳ない。ってところが9番さんの視点はすごく引っかかった。もし7、8番さんが狼で自分の相方が霊能に出るって考え方だったら、霊能心境っぽかったらグレー冷たいっていう話が出るはずなんだよ。そこがおかしいかなって思った。そこに1、2、3ともに的確な指摘はなかったように思ったな。3番さんが9番さんに指摘したのは、狼が霊能に出るのが弱いっていう話でしょ。それが弱い強いどうこうじゃなくて、9番さんの指摘っていうのがおかしいんだよね。7、8がロラを知ってたのに、そこの相方が霊能に出るっていう指摘がおかしかった。だからグレーサイクロは9番さん。6、7は本当に色落ちてない。2番さんから行くと、2番さんは7番さん印象がない。7、8と9番さんは考え方の違いだから何とも色つけにくいって話なんだけど、考え方の指摘違いっていうよりも9番さんの考え方がおかしいって思った。そこに強く殴んなかった2番さんは時点で怪しい。3番さんは6、7、8、2、3ってグレーの話聞いてきた中ではまだ白い方かなって思ったな。ぐらいだな。この盤面で霊能確定するってことは、1、8の内訳がちょっと気になりますね。強靭潜伏だった場合の。5番のプレイヤーは発言してください。はい、1日目おはようございます。ということで、霊能使用します。霊能の一角なので、2巡目に狩人も出てきてほしいなというふうに思っています。今のとこ、占い師は新郎で追っています。その場合、1番さんの方が新芽がないですね。1番さんは8番さんの新郎を今日って言った、その出現と、4番さんのが、もしも、役職で出てきた場合は、まずは、強靭で追うかもしれないというふうな発言。そこ、その発言がな、すごい気になるんだよな。今のところ、1番さんの方が新芽が少ないかなっていうふうに思ってる。で、まあ、占い心境だったら別の話になるんだけど、占い心境だったら2と7は白いと思っている。その理由について、2番さんは1と8にすごく、多く触れている考察もしっかりしてたしね。だから心境だったら、その行動はしにくいのかなっていうふうに思っている。で、7番さん、7番さんは、霊能ローラーしたいっていうふうに言ったんだよね。もしも、進路だったら教授はないのかなと思った。狼はあり得るけどね、7番さんの位置って。その理由については、教授だったら、狼が大抵出てこないんだよね。霊能には。だから、霊能ローラーをしたいっていう風な発言が出てくるっていうことは、教授はないなっていう風に思った。正直、進路だと思うんだよな。この歴だったら、新居ってすげえ弱いと思うんだよ。だから進路だと思うんだよな。で、今のところ1の方が新芽がないといった感じ。狩人は出てきてほしい。2と7は白く思ってます。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。そうだよね。俺も7番さんは強靭ないと思うんだよね。5番さんすげえ分かった、今の。
うん、で、俺もね、9番さんのね、言ってることがね、意味が分かんなかったの。だってさ、霊能がさ、2人出てきたら霊能の心境って分かんないわけじゃないですか。で、それ確実にローラーしたら一陣街釣れるわけじゃん。で、どうやれば死になるかって分かんないから、あの、西をしたら釣るのに、なんでそこ釣らないのみたいなことを言ってた9番さんが、俺はちょっと、いや、なんか考え方の違いとか、うんぬんよりかもおかしいと思っちゃった。それを考え方の違いって言うんだ、2番さん、って、そのフォローの仕方かと思っちゃったね。うん、正直、俺は7番さんは、盤面が見えてきてね、役職が出てきて、発言的に、7番さんは白くなった。で、3番さんの、指摘、3番さんの指摘が、2番さんがね、僕喋ってほしいって言ったんですけど、途中なんか、無言になったりとかしてさ、みたいな感じになってて、で、3番さんが指摘してたように、2番さんがね、1番さんを、が、人外オアシンだった場合、7番さん占って黒を出したがっている。そう見るなら、真か狂か人狼か、それ見方あると思うんですよね。自分がどう思ってるのか言ってほしかったかなと、僕は思ってるんですけどね。そこをちゃんとつけてる。3番さん。俺はね、今3番さんがね、一番白い。7番は2周目聞かなきゃ分かんない。現状釣り位置急に。役職が出る場合は変わってきます。以上。7番のプレイヤーは発言してください。あ、2周目です。よろしくお願いします。3番さんが一番白いって言った6番さん。なんか途中曖昧すぎて何言ってるか分かんなかった。6、9がちょっと何言ってるか分かんなかった。白く見てくれてる人が何人かいるみたいなんですけど、残念なお知らせです。今夜で皆さんとお別れです。私、カリウッドです。ごめんなさい。出てこいと言われたら出てきました。5番さん、新格ね。で、1番さんのシーンも切っていいんじゃないかなっていうふうなぐらいの出現だと思ったんだけどな。4番さんが何かしらの役で出てきたら教授も追わないといけないみたいなことを1番さんって言ったと思うんですけど、1番さん目線、4番さんが占い師で出た時だけじゃないですか。何かしらの役ってなんか入稿してたのがすごい保険かけてるように見えました。1、8だったら圧倒的に8番さんの方が信頼高い。けど、まあ、ぐらいかな。言わんとこか。新京老の出現もあったしな。2番さんに関しては、なんか7に黒を出す準備してるのかなっていうのはすごい村目線の話かなっていうふうに思っていますね。どの道結構発言が伸びそうだと思っているので、2番さんは残していいと思っています。3番さんはあんま印象がなかったかなって感じ。4番さんに関しては、うん、18の内訳気になる。グレーサイクロ級。サイクロっていうよりかはなんか9番さん言ってることがよくわかんなかったんですよね。私がこれなんかローラ絶対するマンだから出てこなかったのかな。あ、それはちょっとごめんなさい。今の発言ちょっと言い切ってますね。ごめんなさい。とりあえず入れます。2番さん以外から行きたいかなっていうふうに思っている。私、初日の釣り位置って非消去法でしか上げなくて、自分は占い師じゃないけど、自分が占い師だったとして色を見ても仕方ないなっていうところ釣っちゃうんで、だから、印象に残る発言をたくさんしてほしいかなと思ってる。今のところ2番さんはなんか、ムーブがあったので釣りたくないかなと思ってる。936で考える。936で考える。殉職します。あとは頑張ってください。失礼します。8番。さよなら。のプレイヤーは発言してください。7番さんね。カリウドは辛いよね。村のために噛まれて。本当に辛いと思う。で、まあ、1をね、今日釣って色を見てくれたら、そりゃね、俺からしたらいいことじゃないんだけど、なかなか厳しいと思うから、とりあえず今日1釣れないっていう手で話しますね。で、現状1番さんを、狼で、占いじゃねえ、なんだっけ、霊能で太鼓が出てねえっていう現状から、狼がローラーかけられるのビビって、1強人なのかなって若干思ってる。多分強人だったら真っ先に縄使いたいから出てくると思うんだよね。まあ、1番さん強靭でグレー2浪潜伏っていうのがワンチャンあるかなと思ってる。で、4で囲えてるかどうかね。ただ俺4番さんそんなに黒要素感じられなかったかな。っていう印象。俺もね、7番さんと同様、9番さんのね、あれよくわからなかった。占い霊能がどうちゃらこうちゃらみたいな。で、8が7にみたいな。で、2番さんの指摘はちょっと正しかったのがあって、確かに7番さんに対する布石、黒を打つ布石にも感じた。それを指摘してた。もし、1が9、狼で2、1、2がローローは絶対追えないなっていうのがそこで感じたから、わざわざそれ言う必要ないと思う。もし2番さんが狼だったら、絶対狼陣営にとって不必要な情報じゃない。仮にもし1が7、あの時点で占って黒が追うとうと考えたとしても2番が言うメリットないかなと思ったから2番さんは、若干白くは釣ったかな。他の発言がただね、ちょっと濁り濁り、詰まり詰まりだったから、すいません。2周目に期待してるっていうのが今のとこ。で、3番さんが9、1、2が気になった。
まあ、9番さん気になったね。まあ、1番さん気になってもらうのはありがたいんだが。3番さんまだ色が見えないってところ。とりあえず現状9かな。6番さんも、そんなに伸びたって印象はない。9番さんはマジで1周目言ってることが本当によくわかんなかったから、とりあえず2周目頑張ってほしい。6級で提出かな ?6 級。うん。あとは聞いてみなきゃわかんない。うん。現状6級で提出します。9番のプレイヤーは発言してください。いやー、すんごい思考合わないんですけど、7、8が1周目で、霊能が2人出たら2人出たらって言い続けてたじゃないですか。だから、霊能が2人出るの分かってたってことだから、どっちか黒で相方が出るんじゃないかなって思ってた。そんだけです。で、なんかすごい1番の新名を落とす人がいるんですけど、一番目線4に白が出てるから、4がもし占いに出たら強人確定ですけど、もし4が霊能出た場合、もし1目線4が霊能出た場合も強人を追わなきゃいけないから、1番が4が何かしらの役で出た時に強人を追うっていう発言は全然失言じゃないと思います。うん。それは多分村の把握漏れだと思います。はい。って思いましたね、正直に。うん。違うかな。だって一番目線4白出てるけど、4強人出たら、強人ですね。霊能出たら強人もあるから、だから一目線4が何かしらの約束で出たらっていう発言は別に失言じゃないと思います。はい。で、グレーで釣り出ちゃう6番ですね。で、4番が今日じゃねえ、さっき。まあ最初に9番釣りをしたんですけど、結局6番もそれに便乗してたら、なんかその霊能、7、8に対する9番のなんか発言がおかしいから、それが黒いのかっていうところで精査してなくたら4番の便乗して9番を釣り寄せたようにしか見えなかったです。6番に関しては。あと6番の発言で最初に7番は白いって言ったんですよ。強人はないと思った。で、白くなった。で、最後に6番は3番が白くて、7番は2周目聞かないと分かんないって言い直してるんです。発言がブレブレだと思いました。以上。1番のプレイヤーは発言してください。まずね、7番さんに関して、俺黒打とうとなんか到底思ってないからね。触れられるところがそこしかなかった。盤面動かすためには7番さんのそこを叩くしかなかった。だから俺は7番さんのあそこを触れた。それだけのこと。俺9番さん、ヘイト向かってるけど、俺9番さんから黒要素って全く拾えてないからね。別に9番さんの言ってることは普通にわかるし。ああ、で、俺が4を強人で見るのがおかしい。いやいや、霊能がもし 2CO のうち4番さんが霊能出ていたら強人追わなきゃいけないでしょ。うん、っていうとこだよ。まあ、現状5番さんが新確定で4番さん何も CO なかったから、まあ、村でしょう。そうですね。対抗の8番さん、正直どっちかまだ分かってないが、まあ、グレー触れていくとするならば、2番さん、結構なんか悩んでるあの感じが村目線かなって、俺的には感じた。理由としては、村人ってどこが狼かっていうのが全く分かってないんだよね。どこが村人かっていうのが。だからあの悩み方っていうのは俺は納得がいく。だから2番さんは普通に殴れるところもなかったからね。俺目線も7番さんのあそこ指摘するぐらいしかなかったから、2番さんのあの感じはすごい納得がいく。だから2番さんは結構白いって俺は思っている。現状ね。で、6番さんに対しては、その9釣りは俺さっぱりわかんないから、6番さんの位置まで引っ張ってきたのが正直気になるかなと言ったぐらいだけど、6番さん自体もグレーにはしっかり触れていたっていう点では、残りの3番さんの話聞いてからになるのかなっていうところはある。3番さんが9-1に気になるって言ってたけど、なんか内容がそこまでしっくり来なかった。だから3番さん2周目聞いてからだと思ってる。だから現状36で考えてる。9番さんは現状黒要素っていうのが見当たってる。2番のプレイヤーは発言してください。と、まず9番さんフォローしたから人外めて誰か言ってたと思うんですけど、そこの説明から入りますね。キバさん、ちょっと説明がちょっとずれてましたけど、私からすると、霊能ローラーだけじゃなくて、霊能新決め打ちの進行もあるんじゃないかって発言に聞こえたから、まあ、霊能ローラーは絶対完遂派の7、8番さん、それから9番さん、その、霊能ローラー入っても新決め打ちっていう進行があるっていう考え方の違いかなと思ったが、9番さんは、7、8は霊能が2人出たらっていう発言自体がおかしいっていう発言だったんですね。なんかちょっと違ったかなって思いますね。だって、新確定の進行っていう思考がないからおかしいって発言してたと思うので、そこが何だったんだろうっていうところ。うん。で、1番さんの精査の、3番さんだったかな？精査がしっかりしてなかったから黒目って言われましたけど、わかんないでしょ。うん。狼か。
人外目とは言ったと思うんですけどね。人外で7番さんに黒出そうとしてるように見えた。別に強でも弱でも別にいいでしょ。それ分かんなかったら分かんないし。だからこそ人外って言葉使ってるんだから、そこに無理に突っ込むのはよく分からない。で、そうね。考え方の違いでフォロー。6番、36が2に突っかかってきたのか。ちょっとわかんないな。どうだろうな。たくさん喋ってないから、なんか2戦目みたいに言ってたっけ、6番さん。ちょっと無理があるんじゃないかな。私のあの位置で、喋ること特になかったから、頑張ってひねり出したって感じだったと思うけどね。そこに突っかかってきたのがよくわかんないから、6番さん投票しようかなと思ってる、今日は。以上。3番のプレイヤーは発言してください。直球の2番さんに答えておくと、1番さんが強靭であれば、色が見えない1番さんの強靭っていうのは、例えば占いが3仕様になった場合っていうのはグレー1に1色いるわけでしょ。だったら黒と出しづらいんだよね、色が見えないから。となると黒を出せるのっていうのは色が見えてる狼なんだよ。となれば2番さんの視点ツッコミっていうのは、1番さんが占い狼で7番さんに黒を出している指摘なのかっていうことを俺は聞いたんですよ。というのが2番さんの今のさっきのちょっと発言でおかしいところかなっていう感じ。9番さんにもちょっとおかしいところがあって、だからそもそも6、9に誰も白く見えてなくて、9番さんっていうのは、4、5、6ぐらいの発言の中で、若干2番さん、3番さんあたりに票が集まらないなと思ったところ、自分に釣り位置誘導をかけられてるから、票が集まる可能性のある6番さんに釣り誘導をかけたとも思える。6番さんっていうのは、6番さんのおかしい要素っていうのは、2番さん6番さんの最初の発言で、色が落ちなさそうなところを釣り押してるって言ったにもかかわらず、9番さんに釣り誘導をかけたところかな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。現状釣り位置に関しては6か9で迷ってますね。1、9がお互いをかばい合ってるような発言をしてるのがやっぱり下せなくて、それぞれがそれぞれおかしくなかったよって言ってるんだけど、それぞれおかしい場所はあったんですよ。9番さんが7、8の相方が霊能に出るのかなって言ってたんだけど、その場合霊能ローラーを犯してるのはおかしいっていう発言を一瞬したでしょ、僕は。それは絶対におかしいんだよ。で、1番さん、俺の強靭を追うのは真っ当な発言なんだけど、8番で対抗出てるから村かだと思いたいなっていうのがよくわかんないんだよね。8番狼、4番強靭の視点っていうのが1番目線を追えてないのかなっていうのはちょっと思った。で、6番はね、無理やりすぎ。黒の塗り方が。発言、いっぱい喋ってないから黒っていうことは俺は絶対ないと思う。いっぱい喋って村見を取りに来る狼なんてたくさんいると思うし。そうだねー。8番は明日俺を占ってほしいな。絶対7番さんが噛まれる場面だから、俺が噛まれて占い値無駄になるってことないだろうから、8番さんは僕を占って隠し色を作ってほしい。まあ、その後に多分僕噛まれちゃうか、でも先に役職噛むだろうか、俺噛まれないと思うから隠し色を作るムーブをしてほしいんだよね。8番さんが真なのであれば、だから俺を占ってほしいっていうのが本音。6か9で迷いますね。それぞれむちゃくちゃだなっていう印象をすごく受けている。9番強靭で占いに狼が出ていると思って1足比べたとき1の発言がおかしいから、そこをかばいに行ってみるし、別に強靭釣るゲームじゃないけど、俺は人外釣れれば何でもいいと思ってるから、9番あたりがだいぶ怪しい位置。2番さんは2周目に来たらだいぶまともだったと思ったよ。殴り返さずに素直に間違っていたと思ったが認めていたし、6番が無理やりっていう人はだいぶ近かったと思う。3番さんは6、9にそれぞれ言ってたけど、ちょっとわかんなかった。その中でもどこが怪しかったのってちょっと疑問。結構、バランスよく殴ったから黒っぽい位置たくさん。5番のプレイヤーは発言してください。今日6、3の欄にしてほしいんだけど、6、3の欄、その理由について、自分ね、9番さんは強靭で置いてるんだよ。4番さんは生きてる限り絶対釣らないから、8番さん4売らなくていいと思う。4は隠し色で置く。かなり白かった。9番さんは強靭で置くところとかね、すげえ視点が似てるから。で、3、6、9番さんすごい強靭ムーブしてるんだよ。占いの新芽がない方すごいかばいに行くムーブね。それって狼だったらする必要なくて、すごいね、9番さんは強靭に見えるからね、狼だと思うんだよね。3と6だけが占い師に一切触れてないのね。しかもグレーに、3と6両方とも、黒塗りばっかりしてる。だから、俺、3と6どっちかに人狼がいると思ってるから、3と6の欄にしてほしい。今のところは、俺はどっちかといえば6に入れる予定かな。6番さんって一番最初に俺にすり寄ってきたんだよね、開幕。で、その後に1回繰り返すでしょ。
投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。ちょっと無理があったよな、6番さんの黒、私の黒塗りが。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。するよって言ったってか、俺ちゃんと7番さんの理由も言いましたよね。しかも俺2番さんの 黒い理由も言いましたよね。しかも俺ちゃんとね、進行論で言いましたよね。発言してほしい、してほしいって、ちゃんと喋ってほしいって言ったじゃないですか。うん、俺の進行論にも、ね、基づったことも、絶対旺盛だ。進行論通りのことを言ってるのにもかかわらず、それは無理があるってどういうことなんですか。だったら1日目の1週目から指摘すればいいんじゃないでしょうか。意味が分かりませんでした。私はね、前からこういう理論で、じゃあここでちゃんと喋ってもらいたいって言ってるのに、それに反抗したのはどっちなんでしょうかね。投票から黒出るんじゃない。2,5,8,9,2,5,8,9,9,2,3,4,6,1,2,1,7が3。占い師なんて正直俺まだ分かってないと思ってたんですけど、占い師に触れるって言っても、僕はね、進か強か、どっちか俺実際まだ分かんないんだもん。だったらグレーについて触れた方がいいのかなと思って、僕はグレーについて触れたんですけど、現状9番さんの2周目の発言聞いても意味が分かりませんでした。なんで僕は9番さん入れました。で、2番さんに、2番さんもね、なんかね、指摘してきたんですけど、僕に対して。これ、黒塗りが雑すぎるって。その2番さん、僕、ちゃんと言ったんですけどね、2番さんに対して。なんで1番さんを、1番さんをどう見るんですかって。夜が来ました。目を閉じてください。黒出ないかな。出そうな気がするけどな。出ないか。こんなにいい攻撃しないか。今日いうものは分からないんですよね。4番さんは限りなくしろだと思います。サンキュー。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。レンガミかな。3番のプレイヤーは発言してください。はい、6黒3白3白、はい、隠しろね。6黒で連れてるんだったら、これどうすんのこの場合の進行って。占いロラもう進路場面と判断して、あれもうロラする、占いピッピッピッつって、だったらほぼ勝ち確。それともとりあえず9つっとく。俺正直9番さんは白に見えなかったんだけど、だから9番さん入れた。グレーズメだったら9行くよ。で、もう占いを進路と判断してるんだったら、ロラ。でも、ノーシロラみたいな感じ。かな。俺は今日9って、9が9っていいと思ってるから、でもグレイチ心境だね。どうなんだろう。この場合、俺はとりあえず9つっておきたいけどな、白に見えないし。4番のプレイヤーは、発言してください。3番さんは昨日の6番さんの投票を見ても6、9の2浪だと考えているんですか。6は9に入れて9は6に入れてお互いに入れ合ってるんですよ。霊能結果が分かる村だからこその身内切りってのがあるんだけど、これって多分7番さんごまもりグッジョブとかでしょきっと。それ以外ちょっと追いづらいんだけど、
カリウダの守り先言って、OK の村だからさ、ご守りだったら言ってほしい。その場合っていうのは、あ、OK。そしたらライン切りの意味がないんだよね。あの、96の2ローだったら5に結果言わせて、そこでラインを切りたいはずなんだよ。うん、だそこで結果を言わせないムーブをするのは、占いに狼が出ている時だと思うよ。それか村目線を追うのは僕の黒か。どっちかじゃない。僕的には僕が白だから占い狼だろうなって思ってる今。第18ローラで終わると思ってる。これで3番3じゃなくてどっか別のどっか白だったら3番3黒の可能性があるから3釣りたかったんだけど、霊能神に来てる点からね。ここで霊能神ムーブっていうのは、あのね、あの96の2ローだったらラインなかったでしょって言わせたいがために5番3を噛まないと思うんだよね、俺は。ここでゴハミっていうのは、あの、6とのラインがあって、それを見せたくない人の、紙だと思うんだよ。紙紅白黒いって言われるかもしれんけど、だから浮気の6に入れてない人の中にいると思ってるの。な、1番3、16の2ローが今俺は順当に一番考えやすいとこだと思ってる。3番が消えるんだったら。俺がちの、昨日9番3に入れたのは、9番3占って黒白になったりしたら分かんなくなっちゃうから、9番3っていうのは。この人が黒なのか白なのか色がわかんないから。三番さんがそこで9に行きたいっていうのが三強人の目線があってもおかしくないかなって思った。だとしたら霊能院でないだいぶ謎だけど。俺は占いもう行っちゃいたい。で行くんだったら1番さんから行けば俺は勝ちだと思ってるな。以上。5番のプレイヤーは発言してください。やべえ、マジで4番さんとずっと思考が一緒だからマジで。4番さんの、うん、やっぱり4番さん白いわ。うん。今日は絶対1、8のロラ、1から行く。その理由についてはもう4番さんが全部説明した後、プラスアルファで言うと、確実に最終日まで行けるからね、1、8のロラだったら。うん。で、いや、俺正直ね、今のとこ、6、狼、7、狩人、8、神、9、強、1、ロー、2、3、4、村で俺提出したいんだけどな。うん、俺すげえそう思う。うん、4番さんも、2、3、4、白いしね、いや、9番さんだけが初日からずっと俺強人に見えてるんだよね。僕は全く黒って言ってたら終わると思うけどね。1、8のロラ行きましょう。以上。7番のプレイヤーは発言してください。いや、霊能様様やな。いや、よかった、本当に私が霊能じゃなくて狩人で。いや、あの、食われると思ってたな、ビクビクしてたな。じゃあ、5円成功して草入んねんけど。あ、ごめんなさい。じゃあ今日1から行こうかなと思ってる。でも1日目のなんか、弁明もおかしかったし、旧狂人っていうのはすごくわかる。しかしながら3番さんの今日、じゃあ9行こうぜみたいな。でも、確証になった狂人の発言なのかなと思ったけど、そこ折っても仕方ないし、そこ折ってもなんか別に3番さんに何が届くかって言ったら違うから、1、8聞いて、じゃあ、教えてね。あの、お互いのことどう見てて、どこにいるかみたいな、ウルフがいるかみたいな、うん、6以外で。で、1、8でそれ聞いて、なんか納得できなかった方を適当に言おうかなと思ってる。いやー、あーかなって思ってますね。帰るの残してても沼るから残しといていいかと思ってたんでしょうね。失礼します。8番のプレイヤーは発言してください。7番さんおもろいな。7番さんめちゃめちゃ面白いと思う。6黒が出てる点で、俺4番さんね、ごめん。あのね、4番さんが自分占ってって言わなかったら4占うと思ってた。4番さんがそれ言ったことで4強人あんなってちょっと若干勘ぐってしまった結果だけど、まあ、結果論だけ言ったら3占いでよかったかなって思う。結局隠し色になってるし、1がしくって3占ってるから。3強は追えないんじゃない、うん、俺4強か9強だと思ったけど、4強だった場合多分8、1から行きたくないと思うんだよ。4強だった場合って18に狼出てるのを4知ってるわけじゃん。自ら狼を殺すことはできないと思う。さすがに狂人。ヘッポコ狂人でないわけではそんなことはないと思うから、4番さんはね、限りなく村。あ、もうほぼ隠しろレベルの村だと思うよ。で、そうなってくると、やっぱり1の狼目と6の狼目。まあ6はもう、あれ、角黒なんだけど、1、6のラインで、6、9は追いづらいんだよね。6、9だと投票結果からかなり追いづらい盤面であるから、6、1の牢牢で9狂人が一番しっくりくるんじゃない？それかもしくは1狂人、9狼、6狼。うん。で、2番さんなんだけど、裏なのかと思った。うん、2、3、9で悩んだんだけど、やっぱ2番さんって昨日の1周目の時点で7番さんに対する殴り入れる必要、ああ、1番さんが7に殴ってたところを、あと1、2が同時演だった場合って、そんな、ことわざわざ言う必要あると思って。やっぱそこが2番の村要素かな。うん。そんなに狼っぽい発言ではなかったと思う。他の発言も。うん、
からやっぱナンセンスかなと思って2番を占うのをやめて普通に3にした。3系悩んだんだけどね、なんか9釣り切れそうな気したから、うん、3番3でいいかなと思って3番3で結果オーラやったかなっていう印象。今日はとりあえず1からいってくれ。うん。で、7番俺のこと守ってワンチャンなんかね、噛まれたらちょっと泣きそうになっちゃうんで、7番さん俺守りで1位投票で普通に勝ちです、ね。まあ16か69か、まあ、ちょっとそこはわからんけど、とりあえず終わりで。9番のプレイヤーは発言してください。いや、5番に言いたいんですけど、9番強人じゃないっすよ、マジで。マジでこれは。マジで終わった後、頭の上のマーク見ればわかるけど、マジで強人じゃないっすよ。リア強でもないんで、マジで強人じゃないんで。はい。でね、一つ言いたいんですけど、9番じゃなくて6番、角黒じゃないですか。で、もし18に狼だったらもう負け確定してるんですよ。しますよね、そうですよね。6黒なら、6黒で18に相方がいたらもう負け確定ですよ。占いローラーだから。で、自爆しないってことは、占いに狼いないんじゃないかなと思うんですよ。だから、ごめん。これでまた強人に見られるんだよな。辛いな。でもね、狼が占いにいたら普通に自爆して終わる気がする。だってもう、負け確定だから。だから、自分目線2か4なんですよ。で、4に関してはすげえ強人目なんですよ。4がもし強人だったら、あの位置で5の心霊能を確定してる盤面、4が潜伏することで5の心が確定して、7が結果的に狩りを出たじゃないですか。で、噛まれ位置って7から5なんですよ。で、4って白もらってる上に、8から占われても白出るから、噛まれ位置に入んないんですよね。だから4って潜伏強人結構強い位置なんですよ。だから、あえて出なかった線あるかな。だから、まあ別に占い行くなら占い行ってもいいですけど。8が4占えばもう2、1、8釣り切りで終わりなんで。はい。まあ、いいっすよ、なんでも。1番のプレイヤーは発言してください。今の発言から普通に9番さん黒いなって思った。8番さん強人だろうね、多分。9番さん4を強人で見るの。だったら1、8ローラーかけるべきでしょ。4強人で1、8押してんだよ。だからもう4の強人ないでしょ。ほぼほぼ。9番さんの理論から言うとね。普通に9番さんの言ってることが普通に黒かった。普通に9じゃないのって俺は思うけど。8強人で。2に関しては本当に黒要素が拾えてない。6で釣れてんなら俺9行きたいんだけど、普通に。9行っても9が仮に村だとしても PP ないからね。俺は9から行く。8は強人でしょう、おそらく。2番のプレイヤーは発言してください。1番さんが9番さんのことを黒だと言うんだったら、96の投票に関してちょっとでも触れてほしかったかな。9は黒、8は強人だけの主張だと、自分が釣られたくないようにしか思えないし、今日はどこを釣るべきなのかっていうのも明言しなかった。自分が釣られたくなかった感じがしたかな。となると、16に狼だったら、私が最初に指摘した7番さんを黒を打つつもりだったっていうのも、まあ、筋が通る。1番さんに関してはね、19で同陣営でお互いかばい合ってるって4番さん言ったけど、9が1をかばう理由はあるけど、1が9をかばう理由ってないと思うんだよね。1が狼ならね。1が狼なら9の強順かばう理由がない。からちょっとどうなのかなと思ったけど、まあ、今ので1位と威力かなと思いました。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。1番のプレイヤーが選ばれました。終わった。ゲーム終了。村人の勝ちです。もう三強人か。重いね。まあやっぱあれですかね。
2-2 展開の方が強いってことかな、これは。こうなっちゃいますよね。そうね。どうしても勝ち筋が絞られちゃいますね。特に、強靭が潜伏しちゃうと。お疲れ様でした。6打つれたし、初日僕、私6投票してますよね。狼票で勝ってましたね、全部で。完勝だね。全然私のことは黒だって見てる人は一人もいませんでしたね。白かったかな。すごいそこは良かったかなと思いますね。強靭で見てる人もいませんでしたね。GG。